階段アミーゴ。いつもそうなんですよ。すごい特殊能力みたいな感じになってる、ね、あでもそれは分かりますすごい、ね、なんかあの自分もあの物件探しでなんか不動産とかとあの内見とか行くじゃないですか、うん、それで某タワーマンションにちょっと内見行った時に、うん、ガチャッて部屋の鍵開けるじゃないですか、その瞬間その不動産と2人して固まったんですよね、はっってなってやばいっすねって同時につぶやいて、え見えましたって同時に言ったんですよ。で、じゃあ何見えたかちょっと同時に言いましょうかって言ったら飛び降りましたね。ああ、ゆっくり楽しんで帰るんでしょう。そうです。やめてきましょうか。はい。もうここはダメですね。それはドアを開けた瞬間に見えたんですか、飛び降りた。そうです。もうドア開けた瞬間2人してもそれが。まあ、女性の方だったんですね。飛び降りた姿が見えたのは。で、速攻またその心霊の物件調べて、そしたら書いてました。ダミさんとか引っ張られるタイプだと思うんですよ。これ見てて。なんかね、あの、一度結構前なんですよ。もう、10年近く前かな。あの、某テレビ制作会社にロケに行った時に、出るっていうとこ行った時に、ちゃんと引っ張られて、うん、誰にも何も言われてないのに、なんか何も言わずに非常階段の方に行ってすごい上半身乗り出してるところをスタッフさんに助けられるっていう、6階から飛び降りそうになった。危ない。でそっから飛び降りたのが何件かあるみたいなところだったんで、本当にこんなこと言っちゃいけないんですけど、うん、向いてないっすよ新装行くのとかまず何がいけないって、うん、怖がりなんだよ。あ、そうですよそうっすね、怖いのがね、あんま得意じゃない、うん、怖いのね、苦手ですね、うん、だから向いてないの最終回の可能性が